動画撮れてんのかな、これは。あれですよ、動画撮れてないっぽいね、これね。動画撮れてんのかよくわかんないんですけど、撮れてんのかな、撮れてたら嬉しいな。というわけで、先日ニコ生やったらしく、僕知らないんですけど、いつもの白猫中毒の友人から夜11時に LINE が送られてきて、この画像がね、興奮した面持ちで白猫終わったって来たんで、僕がその画面を見てね、まあなんとなくですけど、ログインがまだ100日前後なんで、本当に初心者なんですけど、僕なりの感想を述べたいと思います。ではまずログインボーナス一部変更、これいいっすよね。入るんはいつでもね入るし、入るんはいつでも入るんし、ジュエルはねお金かかったり大変なんでね、まあこれとにかくいいんですよ。で次、1周年記念イベント、ディバインドラゴンズサガ、面白そう、何よりかっこいい。シングランド協力クエスト同時登場、これ楽しみですね、早くやってみたい。で難しいことを祈る。で次、これがまさかっすよね、次の新職種がドラゴンライダーとはなかなか予想できない結果でしたね。てっきり玉ねぎ剣士とか賢者とか遊び人とか商人とかそっち系で来るのかな、あっさりした系で来るのかなと思ってたんですけど、いきなり濃い感じでドラゴンライダー、まあどんな感じになるんですかね。めちゃくちゃ欲しいに決まってるわ、これガチャみんな回すわ、またコロプラ儲かるわ、かっこいい、とにかく欲しい。まあけどそんな無理せず行きたいとは思っております。まあ、はい次行きますね。3の武器に追加進化が登場、これも追加進化がどこまですごいもんなのかよくわかんないですけど、そこまで必要ないですよね、4の武器しかほぼ使わないんで、こんな使わないかな。で、新規解放第3弾、これも僕ログイン100日目なんで、持ってない、全然持ってないです。確かごめんなさい、ちょっと話戻りますけど、あれ双剣でレベル3キャラが登場みたいなこともあった気するんですけど、画像撮り忘れたな。まあけどそれもいらないです。ただキャラガチャにそのレベル3のキャラが出てくることによってガチャの確率が悪くなるのがすごい嫌っす。はい、で次、猫缶のルーン、だから僕たちだけじゃなくて全員ということですよね。ユーザーが全員で集めてこういう報酬がもらえると、これいいね、2億2000万いってほしいですね。ボーナスリセット、扱い合わせボーナスリセット22人まで1回で10個だから220個、しかも一瞬で入りますからね、こんな協力プレイなんてでかい。なんか必然的に行きそうな気がするんですけど、ただどんなもんなんだろう、どんくらいその猫のルーンがもらえるのかよくわかんないんで、なんとも言えんですね。まあけど2億いきますよきっと。はい次、ストーリークエストフルボイス化、僕白猫プロジェクトを始めて今までで1回もストーリー読んだことないんで、フルボイス化、白猫ファンだったらこれは嬉しいでしょうね。声優とか結構皆さん詳しい人もいますしね。僕は分かんないです、まだ。すいません。はい、曜日クエストに超絶キルが登場&ザクザクゴールドリニューアル。お金に関して、ゴールドに関してはある程度やってる人だったらもうたまりにたまっちゃっていらないぐらいですよね。なのでどうなんだろう。で曜日クエストの超絶級は、まあ単純に楽しみ、クリアしてみたい、どんくらい難しいのかっていう意味で楽しみですね。はい、でこれっすよ問題が、引き継ぎニューゲーム実装ってどういうことっすか。もう一回一からやり直しができるっていうことですよね。その分ジュエルがもう一回何千個と
手にすることができちゃう。つまりガチャを引くことができる。ただそういう、それイコールガチャのあれが悪くなるんじゃないですか、多少。そんなことないですかね。それが怖いっていうのと、めんどくさい。なんやかんや1ヶ月2ヶ月かかりましたからね、全クリすんのに。やることがものすごい増えてしまった。また結構協力とかで動画上げるネタとして協力プレイとかで、なんとか縛りとか、そういうのを今楽しみにしてたんで、これがあることによってもう一回ジュールを貯めなきゃいけないっていうのが若干めんどいっすね。で、何より常夏のね、この間のガチャで課金した人結構いると思うんですよ。僕も含め何万円も課金したんで、もうちょい待ってれば、うん、ジュエルをしっかり貯めてもう一回ガチャ引くことができたんだなっていうのは若干悔しいですね。特に結構課金してる人なんてそういう風に感じる人は多いんじゃないですか。まあただね、またただでジュエルもらえるんで、はっきり言ってめちゃくちゃいいっすよね、これ。めちゃくちゃいい。はい、でこれランダムマッチング解放。うんうん、これランダムで選べてて、どんな感じなのかよくわかんないですけど、まあ報酬アップは効率が良くなるんでいいですよね。これはちょっと後でやってみたいと思います。どんな感じなのかよくわかんないんで、はい、っていうような感じでした。ドラゴンライダーは楽しみですけど、なんか若干胸に残るのがどうしてもこれなんですよ。これがな、痛いな。なんかちょうどね、白猫1周年ということでいいんですけど、これを機にじゃあ僕は白猫1周年ということで、白猫プロジェクトを今日をもってやめま。どっちだよ。